ユリアイッポー・リトブナソーンツェワは、ソビート連邦の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、女優である。メディアを再生する、パピロスニーツェオットモスルプローマ1901年8月7日、革命前のロシア帝国のモスクワに生まれる。1924年、ヤーコフ・プロタザーノフ監督の SF 映画、アイリータに、火星の女王をアイリータ役で主演して、女優としてデビューした。 ウクライナ出身の映画監督、アレクサンドル・ドブジェンコと結婚し、ドブジェンコの監督作に出演する。1939年からは、ドブジェンコと共同監督を始める。1949年、ドブジェンコ監督のミチューリンでスターリン国歌賞を受賞する。1956年、ドブジェンコと死別する。1961年、 ソーンツェワの監督作、戦場が第14回カンヌ国際映画祭のコンペティションに出品され、監督賞と技術対象特別賞受賞を受賞した。1964年の監督作、見せられたデスナガワは、フランスでも公開され、フランスの映画批評誌、カイエデュシネマ史上で、ジャンリュック・ゴダールが1965年のベストワンに推した。 1975年には、第28回カンヌ国際映画祭のコンペティションで審査員に就任した。1979年、78歳の頃、監督作、三次元における世界を、発表、同作を最後に引退した。80歳を迎える頃、ソ連人民芸術家の称号を受けた。1989年10月28日、死去した。 満八十八歳没、ありがとうございます。